写真拡大。全3枚。オープン戦、ロッテ 0-4 ヤクルト、12日、ZOZO マリンヤバイよ、ヤバイよ。ヤクルト塩見康隆外野手25が4回に2号ソロを放ち、打率35,531。鍵は、たけし総高の先輩でタレント、出川哲朗55張りの対応力にあった。キャンプから、追い込まれた場面を想定して練習してきた。直球のポイントを中に入れて対応したから、変化球を打てたんだと思う。4回1失。カウント0の2からロッテのエース右腕、涌井の105キロカーブを完璧に捉えた。今年新設されたホームランラグーンを超え、左翼席に飛び込む驚き弾に、いつものポイントなら空振りしていたと成長を口にした。入団1年目の昨季はオープン戦期間中に左手首を痛め、わずか1安打。勝負の年という2年目に、先輩譲りの天然キャラを封印する。8回のサゼンダ後には2投に失敗し、ダメです。僕は足の選手。本塁打とプラマイゼロか、マイナスですと猛省した。初の開幕1軍が有力。いつチャンスがあるかわからない。その時にどう対応するかと期待した。やばい活躍を続けて、リアル勝ちに外野争いに挑む。長崎右。好調の塩見について、ヤクルト石井打撃コーチ、考えながら取り組んでいるのが見受けられるようになった。塩見。安隆氏、尾身、安隆。1993平成5年6月12日生まれ、25歳。神奈川県出身。たけし総高3年夏に神奈川大会発表。帝京大を経て JX エニオス1年目の2016年に日本選手権出場。18年ドラフト4位でヤクルト入団。7月に1軍デビュー。昨季成績は16試合に出場し、打率40、0本塁打、0打点。179センチ、76キロ。右投げ、右打ち。独身。年俸950万円。背番号9。